絵画に描かれたバイキング船バイキング船はバイキング時代にバイキングによって作られ使用された独特の形状を持った船の故障であるバイキング船は目的に応じて様々な形状を持つが一般に両端が前後対象型であるまた細長くしなやかな船でまっすぐな流骨を持っていたバイキング船は鎧張りと呼ばれる頑丈な奥材の板を 重ね張りする方法を用いて作られる。竜の頭を持ったものや、船首と船尾からはみ出した丸い部位を持つものがあるが、これは歴史的資料から推測されるものである。バルト海や原住地スカンディナビアから遠く離れたところから、アイスランド、フェロー諸島、グリーンランド、ニューファンドランド島、地中海、黒海、アフリカに至るまで活動した。バイキング船は何 世紀もの間スカンディナビアの文化の最も重要なものとして機能した。実際、バイキング船は実践的かつ宗教的な目的に役立った点で、スカンディナビアの文化に深く根付いたものだった。スカンディナビアは比較的高い山が連なる森林地帯で沿岸の港を簡単に利用できた。その結果、貿易ルートは主に船によって行われ、 森林地帯での貿易は危険で手間がかかるものであった。バイキングの国は従って沿岸の町に進出していき、すべての町は生活と発展を北海に大いに依存した。その当時、航路を管理することはとても大事なことであり、その結果一番進歩していた戦争用船舶がとても需要があった。実際船はとても大事であったため、 船が力と技術の象徴になるにつれ、ヒキリスト教的信仰が栄えた地域における中心となっていった。西暦千年頃まで、バイキングの族長や貴族が亡くなると、彼らをあの世へ送るため、美しくで豪華な船が共に埋められた。さらにヘッダビーコインズというデンマークの初期の貨幣に、船が象徴として描かれており、その地域における軍船の重要性を示している。 そのような文化的で実践的な重要性を通じて、バイキング船は当時のヨーロッパで強力で進化した軍船になって行ったのだった。フェーリング・フェーリングは帆を持たず、二組のオールを持つ、天外のない小型の小木船で、北西スカンディナビアにおける船作りの伝統文化の中でよく見られるものだった。その起源は、バイキング時代のスカンディナビアに遡る。フェーリングという故障は、 ノルウェー語で、ホーオーリング、つまり4本の貝で漕ぐ、という意味である。クナールクナールとは、大西洋の航海のために作られた船を指す、ノルウェー語の言葉である。クナールは、貨物輸送を目的とした船で、平均して、長さ54フィート、幅15フィート、最大122トンまで運ぶことができる。全体の排水量は50トン程度である。クナールは何、世紀も前に、 家畜や必需品を北、大西洋からグリーンランドへと運んでいた。1日で75マイル航海することが可能で、およそ20から30人の船員を乗せることができた。クナールは、ゴクスタ船に代表される比較的小型のロングシップよりも長く危険な航海に使われた。それはゴクスタ船より短く丈夫なものであった。それは船自身の保の力に頼っており、 オールは開け水域で、風が全くない時に補助として使った。その船はコグ船というバルト海のハンザ同盟によって使われた、船の様式にも影響を与えた。ノルウェー、オスロのバイキング船博物館に展示されているゴクスタ船。ロングシップはスカンディナビアやアイスランドから来たバイキングが、当時貿易や商業、航海、戦争のために作った海軍船であった。 ロングシップの様式は何年もかけて変わっていき、石器時代の海役の発明に始まり、旧世紀のニューダム、セントクバルスン船まで続いた。ロングシップの完成型は旧世紀から13世紀の間にできた。その特徴と外見は、今日までのスカンディナビアの船を作る伝統に反映されている。バイキング船の平均スピードは船によって様々で、あったが5から10ノットの間であり、 工場喧嘩でのロングシップの最大速度は15ノットであった。ロングシップの特徴としては、優雅で長く細い作りで軽量化されていて、木製であり、スピードを出せるよう喫水の船体を浅くしているところにある。浅い喫水の船体は、水深わずか1メートルの航海を可能とし、海岸着水もできた。一方軽かったため、連水運送を行うこともできた。 ロングシップはどちら側も進行方向になりうる船である、つまり対象な船首と船尾を持っていたため、旋回することなく即座に方向を変えることができた。この特徴は氷山や海氷のため危険な航海になる北方地域で特に有益なものであることがわかった。ロングシップは船のほぼ全体を沿うようにオールが取り付けられていた。 後の方は一本の穂柱に長方形の穂があるようになり、それは特に長い航海における漕ぎ手の労力に変わったり増やしたりもした。ロングシップは大きさや細部の作り、そして維新の大きさによってたくさんのタイプに分類できる。一番一般的な分類方法は想定の位置である。船の種類はカーブのような13組のオールを持つものから、 ブッセのような34組のオールを持つと推定されるものまで様々である。ロングシップは当時のスカンディナビア海軍の持つ権力の象徴であり、とても価値ある所有物であった。沿岸の農家が所有することもあれば、戦争の時には海軍力をつけるため、王が彼らに軍務を委任することがあった。ロングシップはスカンディナビア人が戦争で使ったが、兵士たちを運ぶためのものであって、 戦闘艦ではなかった。10世紀には船を連結させ強固な不評の足場にすることもあった。バイキングの用いたロングシップはイングランド人のような敵からドラゴン戦と呼ばれたが、これは竜の形をした戦士を持っていたためである。カーブはロングシップとしては小型のものでクナールに似たサイズである。カーブは戦いと輸送の両方に使われ人や貨物、 家畜を運んだ。非常に浅い海を航海することができたため、沿岸航行にも使われた。カーブは横およそ17フィートの広い横幅を持つ。オスロのバイキング船博物館に展示されている、クスタ船、オーセベリ船、トゥーネ船はいずれもカーブに相当する船である。バイキング船は、より航行可能範囲が広く、軽いという点で、当時の他の船とは異なっていた。 これは、クリンカー工法を使ったためであった。バイキング船を作る厚板は大きく古い木、特に多くから咲いたものであった。船の船体は1インチ薄くでき、後に見つかったのこぎりで切った厚板よりも強固なものであった。しっかりした多くの木から作り出し、キール、船大工は連鉄のリベットやザガネを使って厚板を固定した。録材は船体のサイドに固定された。 厚板の層は別の層のもとに重ねられ、防水のコーキング材は C がしなやかなものにするために厚板の同士の間に使われた。非常に大きな船も伝統的なクリンカー工法を用いた方法で作られた。100人の選手を乗せるドラゴン船も珍しくはなかった。さらに、初期のバイキング時代ではオール口はオール受けに変わり、船が搬送中の時オールがしまえるようになり、 より船が漕ぎやすくなった。当時の一番大きい船は、搬送中央量を使い5から10ノットの速度で航海、でき、最大15ノットまで出すことができた。このような技術進歩のおかげで、船の航海能力が上がり、バイキングはますます航海をするようになった。しかし、航海のためには、バイキングは比較的正確な航海方法を乱す必要があった。もっとも一般的には、 ダッシュは船の行き先に関する伝統的な知識に頼っていた。要するに、バイキングは公開ルートのため、潮や公開時間、陸上の目印に関する以前からの知識を使っていた。例えば、学者が主張しているのは、クジラが見えるとバイキングは船の行き先を決めることができたということである。栄養のある水は一般に陸地があるため深層水が上部に持ってこられており、 クジラはそれを食べるため、クジラがいることは、陸地が近くにある証拠なのであった。一方で、バイキングは、太陽コンパスのような航海のための進歩した道具も、使っていたのではないかと主張する学者もいる。半分になった木の板がナルサルスアークの騎士で、見つかっており、グリーンランドは、最初のうちはこの仮説を支持しているようだった。しかし、さらなる調査で、 円盤に刻まれている切れ目が不釣り合いな感覚であるため、この物体は正確なコンパスとしての機能を実は果たせないということが分かった。むしろそれは司教が自分の教会区での残悔の数を数えるために使われた道具であるということを示唆している。同様に研究者と歴史家はバイキングの航海における太陽石の使用についてずっと議論している。 太陽石は光を変更できるため、方向を決めるための信頼できる道具であった。光の波が振動している方角を示すことで、太陽石はたとえ太陽が雲で隠れていたとしても、太陽のあり得る位置を示してくれる。太陽石は波の方向に従ってある色に変わるが、それは石が直接太陽の当たる場所にあって、初めて起こることである。従って、 ほとんどの学者はそのような限られた状況下で方向を決めることしかできない後悔の道具の信頼性について議論している。バイキングの佐賀は迷った時の後悔のこと、つまり霧や悪天候で方向感覚が全くわからなくなった時のことが語られるのが一般的である。この描写では太陽が隠れている時に太陽石を使わなかったことを示している。 さらに、無風の時を同じように迷う状況になるという事実は、バイキングは、航海において、風を頼っていたということを示しており、以前から予想されていた通り彼らの技術は主に、伝統的知識に頼っているのである。バイキングの監修で、死んだ主張を船に埋めるというものがあった。遺体は、丁寧に仕立てられ、一番いい服を着せられる。この準備の後、馬に引かれる四輪車に乗って、 埋葬場所に運ばれる。主張一番のお気に入りの馬や、時として忠実な狩猟犬が殺され、一緒に遺体と埋められる。遺体は一番価値ある持ち物とともに、船の上に置かれる。バイキングは死んだ人間は、死後の世界へ航海すると強く信じていた。その一例ラドバイセンが、デンマークの村の近くで埋められており、ここで展示を見る、ことができる。船を埋めることは、 スカンディナビアの古い伝統であり、ニュダム船のような紀元200から450年の船が一例である。また、オスロのバイキング船博物館に展示されている、ゴクスタ船、オーセベリ船、トゥーネ船は、9世紀頃の船相母から発掘されたものである。オスロバイキング船博物館に置かれている、オーセベリ船。時代を通して、バイキング船は見つかるが、比較的完全な状態で、 その後保存されているのは少ししかない。これらの中でも有名な船としてはがある。ありがとうございます。